どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、お得情報ということでビットマックス1周年記念キャンペーンというのをね、解説やっていきたいと思います。このビットマックスって皆さんね、知らない方ね多いと思うんですけども、このビットマックスっていうのはですね、 LINE ってありますよね。 LINE が運営している仮想通貨のね取引所ということで、こちらがですね1周年キャンペーンということで、最大ね7万円相当のリンクっていうね仮想通貨をですねプレゼントしてくれるっていうねキャンペーンがね行われておりますんで、こちらね解説やっていきたいと思います。でリンクって何ですかっていう話だと思うんですけども、リンクについては LINE がですね発行している仮想通貨っていう風になりまして、まあ、今回のねキャンペーンの解説は仮想通貨のね取引ということなんですけども、まあ、1周年記念のねキャンペーンということで最大7万円相当っていう感じで、まあ、実際にはですねちょっとこちらの画像で、ね、見ていただきたいんですけども、こちらの左側の5万5千相当っていうね、こちらのキャンペーンのみね狙っていくっていう感じになります。5万5千相当ってねこちらの画像ではね書いてあると思うんですけども、まあ、実際のですね手数料等々を考慮していくと、まあ、大体ね2万円から3万円ぐらいはですね狙えるのではないのかなっていうふうに思っておりますので、ぜひねやってみていただけたらなっていうふうに思います。ですけども今回の動画ね解説させていただいているのはですね、仮想通貨の取引ということで、やるかやらないかですね自己判断していただくのと、まあ、手順だけですね間違えなければ、まあ、損することはね少ないと思うんですけども、まあ、取引することはね取引しますので、こちらはですね自己責任で判断していただけたらなというふうに思います。では今回のビットマックスのね1周年キャンペーンということで、10万円ごとの取引で1週目5000リンクがもらえてですね、2週目以降は1万リンクがもらえるっていうキャンペーンなんですよね。まあ、全部でですね6週間行われるということなんですけども、まあ、こちらを全部取れるとですね5万5000リンクがもらえるっていうキャンペーンになっておりまして、このキャンペーンでね獲得できた5万5000リンクを売ってですね利益をもらうっていう感じになります。でですねキャンペーン期間は1週間ごとということで、こちら9月7日からね始まっておりまして、10月のね19日までですね1週間ごとでね行われるっていうキャンペーンになっております。参加手順なんですけども、公式サイトねこちらの概要欄に貼っておくのと、スマートフォンアプリのね LINE ありますよね。 LINE 開いていただいて右下のねウォレット画面、クリックしていただくと、真ん中の右ぐらいですねビットマックスってありますね、こちらねクリックしていただきます。そうするとですね、私の画像はですねもう純資産の画面に行っちゃってるわけなんですけども、本人確認がですね必要っていう風になりますんで、もしね本人確認ねされてない方はですね、まあほとんどされてないと思うんですけども、本人確認がね必要っていう風になっております。だいたいですね1日ぐらいねこちらかかってしまいますんで、もしね参加される方はですねできるだけ早くねやっていただけたらなっていう風に思います。ではですね、今回キャンペーンをね狙っていくわけなんですけども、全体の流れとしてはですね、まず1つ目ですね、取引するのはビットコインだけっていう感じになりまして、2つ目ですね、取引数は合計10万円分で、3つ目ですね、買ったビットコインは即売却で、4つ目ですね、キャンペーンでもらったリンクも即売却っていう感じで、この4つですね確実に覚えておいていただいて、1つずつね解説していきたいと思います。まずですね、今回のキャンペーンなんですけども、10万円分ね仮想通貨を購入することでキャンペーンのね仮想通貨のリンクがもらえるわけなんですけども、ビットコインでね取引を行っていただきます。ビットマックス時代にはですね、ビットコイン以外にもたくさんのね仮想通貨取り扱いあるわけなんですけども、手数料とかですね買い値と売り値のね差が一番少ないのがビットコインっていう風になりますんで、今回のキャンペーンでですねビットコインを取引するようにしてください。で2つ目ですね、取引数は合計10万円分ということで、この10万円分をですね取引することによってプレゼントされるね仮想通貨リンクがもらえるわけなんですけども、こちらの10万円に関してはですね、10万円1回の取引でももちろん OK ですし、買って売ってでね OK なんですけども、もちろんね5万円を2回とか2万円をね5回とか、まあそういう感じで、とにかく合計ね10万円分の取引数があれば今回のねキャンペーンのリンクがもらえるっていう風になっております。
で、10万円でね1回で終わらしたいっていう方はですね、10万円でね10万円取引するとですね、ちょっと足りなかったりねしちゃうわけなので、できれば10万2000円とかですね、10万3000円とか10万4000円とかですね、ちょっと多めにですね入金していただいて利用してみていただきたいというふうに思います。次にですね、買ったビットコインは即売却ですね。まあ今回のねキャンペーンで狙っていく利益っていうのは、プレゼントされるリンクを売った分のみっていうふうにね割り切っていただいて、買ったねビットコインについては即ね売却するようにしてください。高くなればですねもちろん儲かるわけなんですけども、下がれば損する可能性がね高くなっていきますので、買ったビットコインは即売却ですね。こちらも覚えておくようにしてください。次にですね、プレゼントされたリンク、もらったリンクですね、こちらも即売却ですね。理由はですね、先ほどと同じなわけなんですけども、一応ねプレゼントされているわけなんですけども、もらったリンクはですね即売却していただいて、売り忘れっていうのはねされないようにしてくださいね。もちろんねこのリンクも価格が上がればですね儲かるっていう話にはなるわけなんですけども、まあ下がればですねもらえる利益がですね下がるっていう風になりますんで、まあ個人的にはですね即売却の方がおすすめっていう感じになっております。またねこのプレゼントされたリンクなんですけども、取引時間帯が混雑してるとですね売れない時間帯っていうのはねあるみたいなので、私はですね夜の10時ぐらいにやった時はまあすんなりね売買することができたんですけども、そういうのもね結構散見されるということですので、できればですね夜遅い時間であったりとか朝早い時間帯とかね、そういう時間にねやった方がいいかもしれないですね。これでですね今回のキャンペーンのね取引全体がね終了っていう風になりまして、これをですね毎週繰り返すっていった形になります。それではですね実際のね売買画面をね見ていきたいという風に思います。それですねちょっとスマートフォンのね画面をねここら辺に出しておきますけども、まずね LINE 開いていただいて、ビットマックスですね、先ほどとね同様にですね私の方はもうお金がね入ってる状態になってるわけなんですけども、まずね入金していきます。このですね金額のところですね皆さんゼロになってると思うんですけども、こちらをクリックするとこちらのね画面になると思いますんで、日本円のね入金っていうところをねクリックしていただきます。そうするとですね LINE Pay からの入金、もしくは銀行口座からの入金という風になっておりまして、 LINE Pay の場合は手数料がね110円かかるっていう風になっておりまして、銀行口座の場合はジャパンネット銀行のみっていう風になっておりますんで、こちらだとね手数料かからないっていう風になっております。でですね入金ができたらですねビットコインを購入していくわけなんですけども、このままね下の方に行っていただくとビットコインのところにですね取引っていうところがあると思うんですけども、こちらね取引を押していただきます。そうするとですね取引のね画面になりますんで、一番下にあるですね買うをクリックしていただきます。そうするとですね金額を入れる画面になると思いますんで、で上の方にですね5秒かなこれ、どん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 価格はね変わっていくと思うんですけども、こちらでね購入していくわけなんですけども、右の方にですね最大っていうボタンがありますよね、こちら最大っていうね押していただくと今のね買える最大数がね出る感じになりますよね。そうすると下に購入金額ってのがありますよね、ここに、10万443円っていう風に書いてありますよね。これがまあ10万円超えていればですね今回のキャンペーンね OK っていう風になりますんで、こちらでね購入していくっていう感じになります。そうするとですねカウントが入る画面になりますんで、この5秒間のうちにですね購入、OK をね押すっていう感じになります。それですねビットコインをねすぐ売っていきますので、またねビットコインの取引画面の一番下の方にですね売るっていう画面があると思いますので、売るを押していただきます。そうすると先ほどと同様ですね最大をクリックしていただいて、売るをねクリックしていただきます。またねその時に5秒間以内にですね OK を押すと売却が完了するっていう形になります。そうするとですね今、ビットコインのね買って売ってがねもう済んだっていう状態になりますんで、10万円分ね購入すると、まあこれでねキャンペーン対象っていう風になるわけなんですけども、ここで1回ですねビットマックスを閉じていただいて、トーク画面に行っていただいて、ビットマックスのねトーク画面を開くようにしてください。そうするとですね暗号資産の購入した履歴っていうのがね見れるようになってると思うんですけども、そうするとですね10万円をですね超えた時点でですね
キャンペーンのねプレゼントの通知がね来てると思いますんで、こちらね受け取るをね押していただきます。そうするとですね、またビットマックスの画面にねなりまして、こちらのですね9月7日から9月14日の場合ですね、こちらも完了になってるわけなんですけども、ここでね獲得っていうのはねバナーがねクリックできるようになってると思いますんで、こちらね受け取っていただくっていう感じになります。でですね、なぜ今ね一回ビットマックスのですねトーク画面に行ったかっていう説明なんですけども、私が実際にですね取引した時なんですけども、ビットコインをですね取引をしてですね、こちらのトップ画面のバナーからですねキャンペーンのね受け取りしようとしたわけなんですけども、こちらはですね受け取り完了ができなかったんですよね。あれおかしいなと思ってしまってですね、もう一回ビットコインの取引を私してしまったんですよね。でよくよく見るとですね、先ほどのトーク画面の方にはプレゼントでですねリンクのバナーがね来てたんですけども、そちらを見ないでですねビットコインの取引もう一回してしまったんですよね。おかしいなと思って、まあこれはですね私の完全なミスなんですけども、まあ皆さんもですね、このせっかくビットコインの取引が終わったにもかかわらず、このプレゼントのね達成でリンクがねもらえないってなると、ちょっとね焦ってしまうかもしれないので、ひとまずですねビットコインの取引が終わったらですね、一度ビットマックスのねところを閉じていただいて、ビットマックスのトーク画面行っていただいて、キャンペーンのねバナーから受け取る押していただいてですね、こちらの画面にね行くようにしていただけたらなっていうふうに思います。そうすればですね、すんなりねリンクもらえることがねできると思いますんで、この方法ね覚えておくようにしてください。それではですね、リンクをね売っていくっていう感じになるわけなんですけども、先ほどとね手順は一緒です。リンクをクリックしていただいて、一番下のね売るっていうところをね押していただいて、最大クリックしていただいて5秒以内ですね、また OK を押していただければリンクのね売却が終わるっていった感じになります。それではですね、リンクの売却まで済んだら、これでね一連の流れ、まあ1週間に1回行うわけなんですけども、これでね取引は終了っていう感じになります。まあ私の場合はですね、ちょっと2回誤ってね取引してしまったので、本当にね利益取れないでトントンぐらいになってしまったわけなんですけども、本来であればこの5000リンクねキャンペーンでもらえる分をそのまま売却してですね、利益ね取れると思いますんで、この手順でねやっていただけたらなっていうふうに思います。ひとまずですねビットコインの取引が終わったらですね、もらえてなくてもですね焦らないでビットマックスのトーク画面に行ってですね、そちらのバナーからね獲得ねするようにしていただければ、ちょっとね焦らずねできるのかなっていうふうに思います。私は完全にですね焦ってしまって、もう一回ね誤って取引してしまったんで、皆さんねこういうミスしないようにねしていただけたらなっていうふうに思います。で獲得できたリンクに関してはですね、もちろんねもらった分ということですんで、売るタイミングはですね、まあ私は即ね売った方がいいと思うんですけども、まあ、もちろんねそのまま保有したいっていう方もねもちろんいらっしゃると思うので、ここはですね皆さんにお任せしますけども、売り忘れだけね注意していただけたらなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回はですねビットマックス1周年記念のキャンペーンについてね解説させていただきましたけども、1周目はですね5000リンクしかねプレゼントもらえないわけなんですけども、2周目からですね1万リンクがもらえるっていう風になりますんで、だいたい4000ぐらいはね取れるのではないのかなっていう風に思いますので、ぜひね気になる方はやってみていただきたいなっていう風に思います。まあこれがですねキャンペーン全体でですね、だいたい2万円から3万円ぐらいはね取れるんじゃないかなっていう風に思っておりますんで、気になる方はですねぜひ挑戦してみていただけたらなっていう風に思います。ですけども最初にもね言いました通り、こちらは仮想通貨のね取引というふうになりますんで、そこはね忘れないでいただけたらなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。